はい、ひと月し水です。本日はですね首相指名選挙で国民民主党の玉木代表がですね、まあ、自民党の隠れ応援団であるとっていうふうにまあ批判をされております。でこれが一体どういうことなのかっていうのと、まあ、立憲民主党とこの国民民主党の間にどういう亀裂があるのか。で それについてですね一、まあ、月万冊でレギュラー番組を持っている佐藤明さんが、まあ、質問をされて一つ回答が出てきたんですよね。でそれをちょっと検証をして、えー、かなりどういうねあのやっぱり骨肉の争いというか立憲民主と国民民主の間にこれはだいぶ溝あるなこれは確かに野田さん野田さんって立憲民主党の代表ですけども野田さんがだいぶ譲歩しない限り これは埋まらないまあ確かに玉木さんの言うこともわかるけどでもそれで本当にいいのかなどうなのかなっていうところをまあ、そもそも何でごたついているのかでそして首相指名選挙ってそもそも何なんだよというところをですね、えー、メディアの専門家でもある本間流さんと本日は解説をしまあ日本の総理大臣新しい総理大臣選挙終わりましたから決まるのが11月の11日に 決まりますそれまではね今までずっと石破さんがやってるんですけど、そこでもしかしたら石破さんじゃなくなってしまう可能性が出てきていて、えー、一体どうなるのかっていうところで話をしていきたいなというふうに思っております、えー、本間さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまあまずですねもう玉木雄一郎さん本当にもう突然の大人気もう大ブームがこうやってまいりましてですね もう本当にご自身で自分のことを売れない地下アイドルとこう言っていたのに突然、モテ期が来たというまあ、ちょっと面白い表現ですけど、まあ、地下アイドルって自分で言うとはったんですよね。で実際、それはですねあの支持率にも出ていてこの三景富士山系の,、ね、のニュースの世論調査で見ると国民民主党の支持率が8倍増であるとも,うもうすさまじい もうあのトリプルスコアとかそういう次元じゃねえぞっていうレベルでこう上がっているんですよね。でどれぐらい上がっているかというとまず、えー、政党支持率で見ると自民党がもう10%近くダウンして25.8%で立憲民主党が約2倍になって13.7%で国民民主が1.3%から8倍増の1 0 1>, 1, <laughs> 1%とてつもない増加でも実は何気にあのー、この調査で行くと賛成党が10倍伸びてるってやうんですよ、ね、ちょっとほっほ,ほんまかん,かい <laughs> ほんまかって言わ話題がちょっとあのえ生徒10倍どれ,れどこのどこの調査だっけええ富士山系なんでまあちょっとあな舞妻ではあるんですよ <laughs> まあいつまではあるんですけど、だって令和が2.8で、賛成党3.0だけど、レや、令和の方が実跡多かったぞとか、ちょっとなんか、はてなっていうふうにつくところはあるんですが、まあ、いずれにせよ、まあ、あの、この富士山系以外でもですね、やっぱり、まあ、そもそもね、票をめちゃくちゃ取っていますから、も、ま、う、あ、これは、あの、非常によくわかる、えー、数字だなというふうに思っています。で、 今回ですねあの首相指名選挙っていうのはどういうものなのかというと、まあ、今まで、ね、ずっと自民党の総裁イコール、まあ、内閣総理大臣だったじゃないですかなんですけどそれはどういうことかというと自民党の総裁が、まあ、自民党が公明党と組んで過半数を超えていたんですよねなので、えーまあ、自動的に議員で選ばれる。 議会で選ばれるこ過半数取ってるわけだからそうすると自民党の総裁イコール、まあ、内閣総理大臣っていう形になるわけなんですよ。でこれが、まあ、だから極端な話自民党と公明党が山本太郎がいいとかっていうふうに言ったらですね別に自民党公明党の政治家じゃなくてもなれるんですよ。うん、なので普通に、まあ、それは誰でもなれると。 まあ、国会議員であればね、うん、だから<で>玉城でもなれる。ですよね、うん、で、えー、それでじゃあ現在自民党はどれぐらい減ったかというとこれ NHK のサイトにあるんですけど、えー、まずそもそもこの233議席を取っていないと勝てないわけなんですよね首相指名選挙で。で自民党は、えー、公明党と合わせて215議席。でそして 高市早苗がねなんか萩生田光一と会食とか無所属の議員としてたけど裏金、まあ、議員全部足してもやっぱり233には届かないと。なので国民民主党がどっちにつくのかというところがですね非常にまあ注目を浴びているとまあこういう状況なんですよね。で首相指名選挙の,あの仕組みでじゃあ今回一体どうなるのかっていうことなんですけど。 これはの、北海道新聞が出している画像で非常に分かりやすいものがあったので、ちょっとご紹介をね、えー、しようかなというふうに思っているんですが、首相指名の仕組みっていうのがあって、これ衆院と参院の両方でまず1回目の投票を行うと。で、参議院はまだね、あの自民党と公明党が与党なので、まあ、これはもうそのまま石破さんで決まると思うんですけど、衆議院がさっき言ったようにこう割れてるんですよね。 なので1回目の投票で誰も過半数に届かなかった場合は上位2名の決選投票になる、うん、こういう形になるんですね。で過去どういう事例があったかというと、えー、この最近だと村山富一さん自社さんの時ですよね。えー、の時ねのい <laughs>、はい。平成6年の時に、えー、海部俊樹さん、えー、が出てきてこれ決選投票になったんですよね。 非常に懐かしい。もうそれより前になるとですね、もうあの昭和54年、私まだ一切なってないっていう <laughs> <laughs> そういうあの時とか、で、昭和28年、え吉田茂 VS、茂光あ、俺も生まれてない。本間さんも生まれてないってやっぱ直近で言うと、この村山富一 VS 回復組織というですね、まあ、もう、か久しく行われてなかったのよ。なので、うん、自民党も、うん あどうしよう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 という風にですねこの大慌てなんですよでそれで、えー、この決選投票の時にまああの2人、えー、おそらく野田佳彦さん立憲民主党の代表と、えー、次にあの自民党の代表の石破さんになるわけなんですよねで今揉めているのはこの1回目の投票ではなくって2回目の投票の時に 玉木雄一郎って書くっていうところが問題になってるんですよね。あのい、えー、1>, 1回目の投票の時はですねどういうことかっていうとまあこれあの誰に投票してもいいわけです。国会議員誰でもだから玉木雄一郎でもいいしノブ伸キでもいいしもう極端な話えー、っとまあ本当無所属の誰お前みたいなの国会議員の人に入れてもいいわけなんですよ別に高市早苗に入れてもいいわけですよ。誰ででもいいんですけど 2回目になるとですねその過半数を取った野田か石破かどっちかに必ず入れましょうねってことになるわけですよ。1位と2位。1> 1位と2位候補者がいなくなるんですよでそこでまあ維新もそうだし国民民主も、まあ、あと共産党も令和新選組も、まあ、正直どっちも入れたくねえよっていうのが、まあ、本音としてあるんだけどもまあしょうがねえかって言ってどっちかに入れる。 のが国会議員の仕事だろでもそこで玉木雄一郎っていう風うに書いてしまうと無効票になりますよね無効票になるので無効票になると全体のパイがぎゅーっとちっちゃくなりますで、ちっちゃくなるというのはどういうことかというと、えー、このまず今だったら465議席あるわけですよね でだけど玉城雄一郎の国民民主党がですねこの20、えー、と今、8議席ありますから465引く28をするとですね437になってですねでそうすると割り算をするとですね無効票を除くと過半数は約218.5になるわけですで。そうすると自民党はあのむかつく萩生田とか。 西村光年とか世耕広重とかもうクソがいっぱいいるじゃないですか。でそういうのを抱き込んで裏金議員に開拓り、えー、自民党にか裏ねえー、と偽装公非公認した後に偽装公認をするというですねもう本当にふざけんなっていうのを足すと過半数超えちゃうわけですよ。でそれで自民党にが結局一番んになっちゃう。ってことは田木おい お前何言ってんだと。ね。無効票入れるっていうことは、結局、石破の応援してんじゃねえかよ。おら、お前、てめえ、立憲民主党の野田義彦様の名前を関係ボケーっていうふうにですね、まあ、各方面からこう批判をされているんですよね。で、それが、その今回は、その怒り。 正当なものなのかっていうところをですね考えていきたいと思いますというわけで本間さんだいぶ前置きが長くなりましたよろしくお願いします <laughs> よろしくお願いしますまあでもあの流れとしてはそういうことですよね、うん、ちなみに維新の会維新の会って決選投票でえバってババって書くって今のところは言ってるねそうですねだから日本維新の会も あの、うん、同じように無効票を入れるというふうに言ってます。うんえー、これは、はい、えと2024年1月5日のあーのー話なんですけども無効票を入れると。でもなんかあのか維新の会はさ批判されないんだよね <laughs> 維新の会は<う>あの「お前自民党の応援軍じゃねえかよ国会議員の仕事しろ!」って言われてなんでかっていうとまああの。 いやそもそも第二自民党って馬場伸之が言ってるからっていうんですね。まあっていうか相手にされてるっていうことだよ、ね。いやそれもなんか不思議だなと思うんですけど維新の方が,議席,の方が議席多いんだよだから38たす28でいくと66が無効票に仮になるとするじゃないですか。 そうすると465から、えー、っと66を引くと399なので、まあ、そうすると200議席で OK になりますからもう自民党勝つの確定、うん、でこのままの情勢では自民党がまあもう石破さんが総理大臣になっちゃうよね。だからこそ、うん、だからこそ、うん、国民民主に、まあ、注目が集まってるというところですよ。うん うん、数的にちょうどいいっつうのもあるんまあそれで「馬場」っていうかさ維新「馬場」はもう交代必至なのに「馬場」って書くのお前らっていうね。「馬場」だってう早く首すぎ書いちゃえよっていうさだって代表選 <laughs> 維新の代表選が12月にどうも開催されるらしいんですけどまあ基本確定で馬場を下ろされます。うんではい だからこれがまたさ維新がちょ、うん、もう結局その代表選をするのは1ヶ月も先だっていうことになると維新ってさこの1ヶ月間ぐらい脳死状態だっていうことだよねつまりさ、うん、全然何にもできないじゃないだって、うん、新しい執行部になるのは分かってるのにそのし、あのー、要するに変わってしまう執行部がまだあと1ヶ月ぐらいやってる、うん、っていうんじゃさ。 まあ、ほぼ停止状態、うん、レイムダックなんて言えるような話でもなくてもうさ、うん、完全に横たわってる感じになっちゃってうんもうダッチロールして墜落しそうみたいなこんな感じでああってだからいやもう本当に風邪を受けてない時って悲しいなって思うのは皆さん本来は国民民衆と同じように維新も批判されるべきなんですよ。うん、う <laughs> なんですけど もうあまりにも存在感がないっていうかどうせこいつらもう駄目になっていくだろうと。でお前らどうせかっこいいこと言ってるけど万博ね脈々の万博のために自民党にすり寄るんだらもう知ってるがお前ちょっとお指じゃないポイッみたいなもうそういう扱いを。まあそういうことなんだろうね、うん、やっぱね。で今回ですねあーのーまあ玉木雄一郎さんの記者会見に、えー、ひとつき万冊の佐藤さんが出てね質問をね いや首相指名選挙には玉木雄一郎ってね書く無効票を投じるんじゃなくってまああのちゃんと野田佳彦って書いた方がいいんじゃないですか、うん、というふうな質問をまあもう,もうちょっとちゃんとした質問ですけどざっくり言うとこういう感じの質問をされたんですよね。であれは私とてもいい質問だなというふうに思ったんですけどでそこから引き出された玉木さんの回答というのが、まありもうすごい本音、えー、として分かりやすかったんですよね。 えー、国民民主の玉木氏、えー、立憲候補擁立で政治的に殺されかかった人がいるというふうにこう言っていてでこれをちょっと読んでみるとですね、えー、衆院の小選挙区で連合が推薦したような国民民主党の候補者のところに立憲民主党さんが立ててきて政治的にはピーされかかった人間いっぱいいるわけです。それを勝ち,勝ち残ってきた彼らに えー、立憲民主党の代表をかけとと私は言ええませんちょっと耐えてくれ立憲の代表の名前を書くということを説得していたとしても、えー、多数派を形成できるめどが立っていない野田代表が首相に選ばれることがないので私が我々が何かする意味もないんだと立憲に、えー、候補者を後ろから立てられてその中で死ぬもの狂いで頑張ってきた仲間に野田佳彦と書いてもらうメリットはないこういうふうに、まあ、言ったわけなんですよね。 もともと立憲民主党と国民民主っていうのは民主党時代に一緒だったんですよね。で一緒だったんだけども割れているからもともと仲が悪いんですよ。でさらに国民民主は消費税5%の減税を掲げているけども立憲民主は、まあ、消費税を、まあ、なんせ前代表の枝野さんが消費税、ね、減税は間違っていたという発言をしたり、まあ、あとはあの野田義彦さん自身が まあの消費税増税増これをされたあの張本人なので増税路線ですから政策の大きいところで相入れないわけなんですよその上まあ嫌がらせのように国民民主で立てているところに立憲が入ってきたじゃないかとめんななめてえこれはまあ,あのすごい正直な感想だと思いますであとはこれが本当かっていう話なんですよね でちょっとあの本当かどうかっていうのを、えー、チェックしてみるとですね、まあ、あの国民民主党の,、えー、このライブ配信とか見てるとですねもうちょっと細かく佐藤さんの質問に答えていて秋田県の秋田3区、うん、神奈川県の19区こちらに関して、えー、連合が推薦してね出てきたのにもかかわらずあ,あの後から立憲民主党が横入りして大変だったんだ。 こういう話をしていたんですよ。で、まあ今回はあのそれが本間なんかというところをね、ちょっと見ていきたいなというふうに思うんですけど、まずあの見ていきたいなと思うのが、えー、神奈川19区、こちらをチェックしていきたいと思います。で、神奈川19区というのはですね、横浜の一部と川崎の一部で有権者が36万8千人います。で、ここで、えー、通ったのは自民党の草間裕さん。 で、うん、立憲民主党は佐藤隆さんっていう人が5万857票で深作ヘススさんという方がですね、えー、国民民主党から出てきて5万、えー、578票でこれでこの2人が戦ってでそして票数はほとんど小選挙区では一緒なんだけども比例区ではですねああのー、まあ、深作ヘススさんが比例名簿に載っていたので比例復活を遂げたと。 こういう状況でございます。うん、で、じゃあこれ、連合のね、ホームページにいろいろチェックしてみるとですね、連合神奈川推薦支持者候補一覧というのがございまして、で、これが、あのー、連合がね、えー、支持している推薦、公式に推薦している人たちなんですが、ここに確かに大、第神奈川19区国民民主党深作ヘススって書いてるんですよね。えー、でつまり あのまあ、連合って、まあえっと、労働者の,あの団体の連合で一番大きいところなんですけども、まあ、労働者の団体ってあの労働団体ってね大体全国で組織されているので1,000万人ぐらいいるんですけどそのうち一番最大のね人数を持っているのが連合という組織で、まあ、本当にもう連合だけで6700万人ぐらいいますからもうほとんど連合イコール もう労働団体みたいなな感じなんですよでそこが公式に推しているのは深作ヘスさんでも、うん、あのなぜか立憲民主党がこの佐藤隆さんという人をこう出してきたんだと。だからここに関しては私は「まあ、玉木さんそらまあムカつく気持ちわかるよ」と。なんでかっていうとねこの「深作ヘズスさん」は5万票を取っていてギリギリだったわけですよ。でも、うん この佐藤隆さんが出てこなかったら、さあの連合の票も割れないし、これ10万票可能性もあったわけですよ。そうするとなんとこの草間清さんこれにも勝って自民党の候補者を落とせてた可能性があるんですよね。だからここに関してはちょっと立憲民主党の方が言い分あるんじゃないかなというふうに、まあ私は。 思いまししたここに関してはねで実際ねあのいろんな記事とか見ていると例えば、えー、毎日新聞のこの記事とかで、えー、連合推薦のの13区ってていうのがね、えー、出てるんですよこれあの選挙前の10月5日のやつなんですけど分裂しているとこれよろしくないんじゃないかとかであと読売新聞のニュースでですねあ見たのがなんかあの立憲民主党が 連合の推薦の国民民主党がいるのに後から立てたわけですよね、まあ、あとはまあ同時ではあるにしてもですねどっちにしろ連合は国民民主だったんですよ神奈川人に、うん、そこにあの立憲民主党のし、えー、候補者が立って連合の代表の吉野さんが応援に来たんですよねでどっちに応援しに来たかっていうと連合の代表の吉野さんは国民民主党の応援だけしたんですよ 理由簡単です。だって、連合公認の推薦は、不可作、ヘスさん、国民民主党だったからなんですよ。だけど、立憲民主党のコメントを見ているとね、その読売新聞に出たコメントを見ていると、吉野はなぜそこに行くのか、みたいな感じの、あの、行かなくてもいいじゃないかって言ったけど、いやいやいや、もう本当立憲民主党か満載だなって思うんですけど、いや、なんでお前が一番優先されて偉いんだっていう、このね、 あのー、なんかこう、ちょっと鼻につく態度、だって、国民民主の推薦をするって連合が言ってんのになんで代表が行くんだって、いやいやいや,いやそれお前、立憲民主党、それあかんでしょっていうふうに、ここは私は思いました。ただ、うん、次に、あのーまあのまこれ、これね、えー、この読み、次の名前、これ、これ10月25日、連合、また先解消は不透明、応援演説に巡り、立憲民主党幹部、わざわざ強豪区に入る必要はなかったとかって言ってるんですけど。 いやわざわざ入ってきたお前の方やんけっていうふうに私はねここに関しては思います。で次に秋田3区ここはですねどういう状況だったかというとあの村岡俊秀さんという人が国民民主で出ていて8万3 0 0 3千1票取ってですね、えー、この自民党の実川信秀さんの任意よりも多く取ってですねまあこう通ったわけですよこの自民党の実川信秀さんはですね えー、比例で復活を果たしていますがここに立った立憲民主党の人は小川則夫さんという方で22,043、えー、22, 票なので、まあ、ボロ負けしてますね新人だもんねただ深作ヘスさんも新人ですよそうなった時にじゃあ連合は秋田産区についてはどうだったかこれちょっと私調べてみたんですよ でそうやって見るとこういう風になっています。みんなの選挙連合トップ推薦候補者一覧で秋田県なんとですね秋田3区は推薦候補者がいません。うん、で秋田県は1区と2区に関しては立憲民主党を支持してるんですよね連合は。なのでここに関してはあの連合の推薦者連合のね推薦 があ,のあったにもかかわらず後から来た人に支えそうになったんだ立憲民主党けしからんっていうのはここについてはもともと推薦出てないのでまあ神奈川19区に関してはまあその通りだなっていうふうに思う玉木さんの言い分その通りのまあ気持ちわかるよっていう感じなんですよ。まあただ気持ちはわかるよって言ってもまあ立憲民主党側からしてみたら。 なそれでも嫌なんだと。何でもいいから野田義彦って書けよ。まあ、気持ちも分かりますよ。それも分かるんだけども、だから19区に関しては横や,り横やり入れてきたのは立憲民主です。ただ、秋田3区に関しては、そもそも推薦は出てないから、ここに関しては、まあ、ちょっと言い分が違うかな。ただ、言い分が違うんですけど、勝ったのは圧倒的に国民民主なんですよ。うん、だから、うんまあ 玉木さんの言い分はまあ一部わかると。で、かつ、正直、立憲民主党って、こういう嫌がらせというかですね、うざいことやるんですよ。<laughs> で、そういうこともやっておいて、俺たち野党一党だから書けよって言って、えじゃあ消費税の,あの10%、5%に下げれば頑張ってくれるんですかいや、それはしない。103万円の壁についてはすぐ賛成してくれるんですかそれはしない。 え、ガー条項に関しては、まあ、それくらい考えてもいいか野田佳彦って書け。まあ、これじゃ確かに、玉木さんの、私がね、国民民主の気持ちに立場に立って考えると、ほら飲めんよなと。ただ、結局、石破政権を延命させても、うまくいかないでしょだから、ここは、ここは言うて伸びても、たかだか28議席。 150席近くある立憲民主党様の足をお鍋みたいな。<laughs> まあ、あの、これがあの、ぶつかり合ってて、で、ネットで人気なき戦いが勃発して、誹謗中傷合戦みたいな、そういう。なってるね。<laughs> だからまあ、意外と今回は、まあ、気持ちはわかる。気持ちはわかるが、無効票入れるのはどうなのかなというのもわかる。で、そうすると、 白黒はっきりつけろよ清水とどっちなんだとって思うかもしんないけど私はね今回の件に関してはこういうがゴタゴタがあるっていうこことと自体が素晴らしいことだと思いますだって本来なんか圧倒的与党があってバン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 決まっていくのがいいことじゃ全然ないからねこうやって揉めながら進んでいくっていうことが いいいことなななんじゃないかなってだってあの大阪の事例見たらさ維新が圧勝してて大阪市長も大阪知事もあの維新だけどボロボロになってるじゃないですか維新ああ大阪ねボロボロになってますからなんでまあ私の意見としてはこういうもめ事があること自体がプラスなような気はしますけど本間さんはどう思われますかうん僕はねこれああのそののそほらえっとと立憲とあの えっと、国民が競合する場所ができちゃったのはもと、うん、はだってだってほら統一で臨むっていう話になってなかったからさ要するに野党共闘で統一候補を作っていこうかっていう話がそもそもなかったじゃん今回。で立憲もあのまあ立憲野党統一候補って大体一番多いパターンは。 立憲と共産党がくっついてっていうやり方だったんだけど、うんあのー、立憲と共産がくっつくと割と強力なあの自民党の候補に対しては強力なあれになるんで、うん、そうすると国民とかも立てないっていうふうになれば絶対勝てるわけだよね。うん、で今回はでもそういう取り決めがなをそもそもやらない。うん でだから取り決めがない限りはそういう国民と立憲が両方立っちゃうっていうところが出ても、うん、まあこれしょうがないわけだよね。うん、しょうがないねあだってそういうふうに決めてないんだもん。うん、で小選挙区でそういうそのなんていうのかなまあ えー、国民が立てているから立憲が後から入ってきたって、うん、それは国民はそう言うよ、うん、言うけれどだって別に何の協定も結んでないんだからて、うん、てたって文句は言えないよ、ね、それをそれをしてほしくないんだったら協定を結ぶべきだったわけでだからねまあそれどっちもどっちなんだよね、うん、これねだからそれを持ち出していや立憲がさあとかっていや 多分、玉木としては、そうは言っても、紳士協定みたいのがあるだろうって言いたいんだと思うのよ。うん、同じ連合参加なんだからって。うん、とはいえさ、ことごとく今まで反発してきたわけだ、いろ、うん、んな政策で。で、あの、連合、同じ連合参加だって言うだけで、ただくっついてるみたいなもんだからさ。これなんかね、ちょっと、それはい 今日でしかも小選挙区でそういうことが起きるっていうのはまあこれはある程度自民党と公明党は協定結んでるからお互いをすみ上げてるわけでうん、うん、それを事前にやってなかったのにえー、ああうちが立つととこに立憲が入ってきて雑権なのやろうっていうのはちょっと大人げねえなっていうね、うん、まあ結果論で言えばね私はねあーのまあ、要するにその 玉木さん大人げないななわけですよね、うんあの、本間さんは。私は、どちらかというと、うんまあ、そら組織まとめるトップとして、ここで野田ってかけって言ったら、まあ、2つのデメリットがあると。一つは、うんまあ、例えば、深作ヘスさんとかからすると、まあ面白くないし、まあ、党内のこの、なんでしょう、求心力が減りますよね。で、さらに次に、やっぱりね、あの野田義彦っていうふうに、 そもそもなんで立憲民主党に票を入れずに国民民主が伸びたのかっていうとやっぱ政策の決定的な違いがあるわけじゃないですか消費税10%と5%、うん、ここを調整できてないのにもし国民民主党が立憲民主党って入れると国民民主党は票を減らすんですよ次の選挙でねだから、まあ、やれないのは分かると。 でも立憲民主党からすると、こっちとら第一野党や言うこと聞かんかい。まあ、いいことですね。非常にいいことです。でも、全然いいことよ、<laughs> もちろんこ。個々一つ一つを話し合っていくっていうのが民主主義の基本だからさ。うん、それはそれでいいとは思う。うんうん、それと、今回ね、あのー、結局、立憲もさ、まあ、維新もすの 維新も賛成してないし、うん、令和も多分賛成しないし共産は賛成するとは賛成って野、うん、だって書くってことに対してこれがさいや維新は乗ってきていて共産も乗ってきていて、うん、社民その他もみんな乗ってきていてあと国民民主さえ OK してくれれば逆転できるっていう目がね、うん、もし見えていたとしたらさ、うん からもう玉木さんは入れるべきだと思いますよそうだよね、うん、で今回はだからねあのー、立憲がそもそもそそそんなに熱心じゃねーのよそうなんよもうだからなんか偉そうに言ってる割に調整してねえんだよ野田快彦だからもうん、どんな人はダメだったよどんゃんやっぱねあのー、今今政権異常されてもね、うん、ちょっと困るうん っていうのは、あのー、結局さ、それで首相指名選挙を、なんかもうウルトラ逆転で乗り切ったとしてもさ、うん、でも衆議院ではさ、自民党は190議席あって、立憲は150しかねえからさ、うん、もっともっと弱小の与党になっちゃうんだよね。うん、だから、それで政権運営なんてさ、今自民党、あれでひいこら言ってんのに、<laughs> <laughs> 立憲がさ間違って政権なんか手に入れちゃったもんなら大変うなのよ。でなのであの立憲民主党はなんかちょっと勇ましいこと言って国民民主に対して自民党応援団じゃないかとかって言ってるくせに <laughs> 今政権渡されても大変だからちょっとまあ適当になんか人気取りみたいな批判しとこうみたいなそういう態度も見えるのね。まそこがもうおまどだ もう、のだってやっちゃダメだってほんまに思うよ、ほんままあ、それが見えちゃうんでね、はい。というわけで、<の>うーんなんで、あの結論から言うとですね、えー、こうやってごたごたすること自体が、まあ、本当の議会ってそういうもんなんで、どっかの一個大きいところがあって、どうせ決まんなら政治に興味持たねえわ、みたいな、それが続きすぎたんでね、安倍政権以降。 だからこれが普通なんですよと。でそんなこと言ったら議会の運営国家の運営一体どうなってしまうんだって皆さん心配になるかもしれませんでもね安心してください海外を見ていると、まあ、ちょうど今これアメリカのねあの大統領選挙の開票速報とか流れている頃でトランプが勝つのかハリスが勝つのかという感じですけどアメリカひどいですもうあの議会ぐちゃぐちゃですで、さらにドイツフランス イギリスもうとんでもないことになってますよもう議会とかあのめちゃくちゃ度合いに比べれば全然大丈夫ですなのでこうやってめちゃくちゃしながら議論を重ねていくっていうこと自体がいいことなんじゃないかなというふうにねあの思ってまあようやく昭和平成が終わってまともに議論されていくんじゃないかなというふうに、えー、思っていますまあこれがあのうまい終わらし方ですよねじゃあ本間さん そんなさうまいことまとめんじゃないよとどっちかだったらどっちなんだと白黒はっきりつけんかいって言われたらここまでの話を聞いた上でどうですかねプれの野田に入れるべきだね。ああ野田に入れるべき。うん。分か野党全部野田に入れるべきで。で 維新が私はね維新があのもう野田に入れますよっていうウルトラ C を言ってきたら玉木さんは無効票入れちゃダメだとう、うん、もう絶対入れるべきだと思うただ維新が説得できてない現状見るんだったら、うん、まあ玉木さんしょうがないよねうんあのちっちゃい政党まあちっちゃいともだいぶでかくなったけどあのそういうところを維持して風を維持するためには、まあ、玉木さんの言い分もまあしょうがないかな っていうふうに私は思いました。ね、ええー、というわけで、ええー、皆さんはね、ええー、どう思うか、ぜひね。 上品にコメント欄に書いていただけると、ね、玉木雄一郎は自民党の応援団だ,だ、ディープステート団だ、グローバリズムの手先だーとかっていうなんかわけわかんないことを書くんじゃなくって、あの、あるいは、野田佳彦はクソだうんこだブリブリだーとかって、まあ、それはちょっと許しちゃうかもしれないけど、まあ、なるべくお上品に皆様のご意見をあの書いていただけると嬉しいなというふうに思います。そんなわけで、今日もダシ書。ではでは。 はい。今日もありがとうございます。電通と戦う本間竜さんはですね、えー、なかなかメディア、ラジオ、いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様の乾杯がないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったり乾パよろしくお願いします。現金もクレジットカードもどっちも対応します。よろしく。今日も読書。それでは。